皆さんこんばんは。生き物チャンネルの時間です。どうもよろしくお願いします。あれあれ、ダイモンさん、ちょっと声が遠いですよ。どこにいるんですか、ダイモンさん。え、ちょっと自宅にいます。ちょっとね、足を怪我しまして自宅で療養中です。この携帯を持っているお兄さんは何ですか。あ、柳本くんです。柳本くん、今日のスペシャルです。はい、ゲストで来ていただきました。よろしくお願いします。はい、ではちょっとこの夜の川に来ましたよ。どんな生き物が取れるのかな。ダイモン先生、ここではどういうのが取れるんですか。そうですね、まあ、あの夜の川ということで、もしかしたらモクズガニとか、それからテナガエビとか、そういったね、甲殻類とか、まあ、それからあの夜間に出る魚類の仲間ですね、魚の仲間が取れたりするかもしれないです。はい、なるほど。うなぎ、すごいですね。楽しみですね。じゃあ早速僕たち頑張って行ってきますね。はい、行ってらっしゃい。気をつけて行ってらっしゃい。ではまた後ほどよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。フィッシュさん、今日は巨大ガニを探すんですか。はい、そうです。最大でどのぐらいの大きさになるんですか。最大でこれぐらいですかね。それは大きいですね。もう化け物じゃないですか。こんな川にそんなカニがいるんですか。いますよ、普通に。なんてこった。じゃあちょっとフィッシュさん、一緒に頑張って探しましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。フィッシュさん、フィッシュさん、ちょっとこんな暗い中入るんですか。流れも結構速いですよ。フィッシュさん、おフィッシュさん、ちょっと、大丈夫ですか。そう、黙々と言ってますよ、あの人。すごい怖くないんですね。いや、僕だったらちょっと怖いな、これ。大丈夫ですか、フィッシュさん。でも、フィッシュさんがああやってね、無言で行くってことは、この辺にあるでしょう。フィッシュさん、この辺いそうですか。あ、うなずきましたね。うなずいたってことはいるってことですね。あ、動き出しましたよ。あ、熟練の手つきですね。あ、何か、あれ、あ、なんかいますよ。あ、もう取れた。え、は、早いですね。もう取れたんですか。おすごいすごいすごい、カニだカニだ。サル君食べなよ。いや、いいよ。生はちょっと遠慮しとくよ。あ、泡吹いてますよ、フィッシュさん。泡吹いてますよ、このカニ。これは、ちょっと、サル君ちょっと挟まれてみなよ。あ、痛い痛い。いや、早速取りましたね、フィッシュさん。やっぱり、端っこの方が多いんですかね。あー、なるほど、端っこの方が多いんですね。いや、これにしても慣れてますね、フィッシュさんは。もう全く迷うことなく行ってますね。細かいのがたくさんいますね。これは何でしょう。僕たちちょっと詳しくないからわからないな。後で大門先生に聞こう。フィッシュさん、この魚は何という名前かわかりますか。これ、オイカワですね。オイカワ、はい、オイカワ、オイカワ、
食べれるんですか？食べれます。お、これも食べれるのか。いや、この人本気だよ。この人は何か普通の人とは違うね。この人は本物だ。本物のフィッシャーマンだ。いやいや、フィッシュさんすごいな。もうあんな遠くでやってるよ。ねえ、こんな暗い中で川の中歩くって波のことじゃないね。いや、フィッシュさんはもうよっぽどこの川のことを知り尽くしてるんだね。いや、僕たちにはついていけないよ。いや、本当にフィッシュさんはすごいな。何歳頃からここに住んでるのかね。いや、本当に気になるね。もう川で生まれたんじゃないかな。これは何ですか？これ及川ですね。及川。はい。及川。大きさが全然違いますね。これ大人ですね、大人。ああ、これが大人ですか？はい。これは美味しそうですね。そうですね。いやフィッシュさんすごいですね。ちょっとこの調子でどんどん捕まえに行ってもらっていいですか？はい。ちょっと僕たち中に入れないので。はい。君は犬かきしなよ。いや、やめとくよ。フィッシュさん、お願いします。はい。いや、また何か捕まえたのかな。ちょっと見に行こう。フィッシュさん、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 何か捕まえられましたか。はい。お、これも及川ですか。そうですね、及川だと思います。これも及川ですか。おーい、及川、おーい。いや、ちょっとフィッシュさんが遠くに行っちゃったんでね、ちょっと僕たちで散歩しようか。うん、そうだね。なんか面白い雑誌とか落ちてないかな。ちょっと探してみようかね、雑誌でもね。なんかこうやけに肌色の多い雑誌とかないかな。ね、ないかな。いや、僕はそれもいいけど、なんか料理雑誌とかがいいな。いや、料理雑誌を捨てる人はいないだろう。ちょっと降ってきたね。パラパラしてきたよ。あ、フィッシュさん。フィッシュさんどうでしたか。いいよ。これがテナガエビですか。そうですね。大きいですね。これも食べれそうですね。これは後で大門先生に聞かないといけないね。どういう種類なのかな。こいつがどういう生態なのか気になるね。こいつはどういうところにいるんですか。普段は夜行性なんで、普段はあの岩の下とか隙間とか物の下に隠れてます。なるほど。まるであれだね、なんか言葉が出てこないや。まあ、なんか隅っこにいるんだね。いや、お疲れ様でした、フィッシュさん。そうです。お疲れ様でした。いやー、巨大ガニとまでは行かないですけどね。まあ、そこそこいいのが取れましたよ。これがモズクガニですか？え、モクズガニと言います。あ、モクズガニですか？はい、ごめんなさい。モクズガニです。はい。
なんかすごい泡を吹いてますよ。そうですね、まあ、あの呼吸っていうかね、陸に出たから呼吸してると思います。はい、これは呼吸して出る泡、空気なんですね。泡です。はい、はい、なるほど。で、このカニは美味しいんですか？このカニは一応食べれますね。あのモクズガニというと、あのまあ上海ガニに近い仲間ですね。あれは中国モクズガニっていうカニで、はい、日本に生息しているただのモクズガニです。じゃあいいの捕まえましたね、僕たち。そうですね、まあ僕カニアレルギーなんですけどね、食べれないんでね。他にこのカニはどういうカニなんですか？まあ名称がね、モクズガニっていう通り、ちょっと手腕のところを見せていただくと、腕のところに毛みたいなのがいっぱい生えてると思うんですよ。毛みたいに見えるようなので、モクズガニっていう名前がついてるんですけど、まあ毛ですね。本当だ、確かに毛がいっぱい生えてます ね。まあなんで生えてるかちょっとよく知らないんですけど、結構岩場とか川のねところとかにも毛とか生えてるんで、まあ擬態か、まあそんな感じかなとは思うんですけど、ちょっとよくわからないですけどね、なんで生えてるんかなと思う。で、このモクズガニっていうのはいわゆる両足回遊性といいまして、海で、子供を産んで、で成体になってこう登ってくると川の方へっていうような生態を持っています。じゃあこのカニは海生まれなんですね。そうですね、ただ最近は結構陸風って言っていてたりもすることもあるらしいです。いろいろあるんですね。ややこしいですね、はい、ややこしいですね。はい、これがテナガエビっていうやつですか？そうですね、これテナガエビですね。はい、これはどういう生態なんですか？まあテナガエビもやっぱり同じく、さっき紹介したモクズガニのように、海へ帰って、で海で幼体が育て、また陸に戻って、こっちの、ね、内陸の方に戻ってくるっていう、そういう生活しやってるんですけど、テナガエビ、この辺のテナガエビはおそらく陸風型が結構多いですね。もう陸風ってもうこっち側の内陸の方でずっと生涯過ごすやつもいてると思います、普通のテナガエビは。あと残りの2種類、ヤマトテナガエビとの、あともう1種類のテナガエビは多分完全な海へ行く両足回遊性なんで、こう普通のテナガエビだと思いますんで、ちょっと見分け方ちょっとわからないですけど、はい、これはずっと陸風だと思います。これも海から来たんですね。の可能性もあります。いろんなところから来てるんだな、お前たちは。大門先生、このオイカワという魚がたくさん取れました、今日は。はい、オイカワってどういう魚ですか？まあ、ビチョコイカの、魚ですね。なんと言ったらいいか、この南河内では結構よく取れる魚の一つです。はい。他にばらつきがあるんですね。そうですね。多分ほとんど取れてるのは小さい幼魚だと思うんですけど、まあ大型になるとオスはね、婚姻色っていうのが現れます。で、産卵期、繁殖期が近づくと婚姻色っていう綺麗な色になりまして、緑色と赤色と、それからまあすごくだから虹色みたいな感じですね。輝くと虹色みたいな感じで、すごく綺麗な魚に変貌します。はい、なるほど、その姿ちょっと見てみたいですね。そうですね、はい。お、リシさん、この網は一体何ですか？これはトアミと言います。トアミ、投げるやつですか？はい、投げるやつです。お、ちょっとこれで大量を狙ってみるという感じですね。そうですね、はい、お願いします、リシさん。はい、お、なんかこういうの初めて見るな。さすがに慣れてますね。おー、サマになってますね、やっぱり。さすがフィッシュさんですね。おー、これは大量ですね。そうですね。なんかいろんな種類の魚がいますね。いやー、おーおーおお、これは船というか鯉というか何かですか？これ船ですね。あ、
これが船ですか？これが船です、はい。なんか他のと形が違うね。違うんですね。次これ、これニゴイって鯉ですね。あ、これがニゴイというんです。鯉の仲間ですか？はい、そうです、そうです。なるほど、よく見たら鯉みたいな顔をしているね。あ、それがタマロコですか？そうですね。すごい、たくさんいますね。タモロコというまた新しいやつが出てきましたね。また後で大門先生に聞きましょう。大門先生、この魚は何ですか？さっきの似顔絵に似てるね。タモロコって言いますね。タモロコっていう魚ですか？はい、タモロコってあの南川内で、あのこの石川流域で多分最もね見やすい魚の一つだと思います。はい、名前の通りね、あの田んぼに水田にいたりとか、それからあの水田とつながってる河川、小河川とかにいたりとか、そんなしますしてます。はい、食べれると思います。あ、食べれますか？本当ですか？はい、また誰かに料理してもらおうと思います。大坊さん、これは何ていう魚ですか？あ、これはニゴイっていう魚ですね。はい、ちょっとね、割とあのいい魚ですね。まあ珍しい、わこの石川ではね、あの中華流部ではそんなに珍しくないですけど、まああの取れた嬉しい魚ですね。はい、あのキツネ顔 みたいな感じで、なんかちょっととんがってるのが特徴ですね。はい、まあこれも小イカです。はい、本当ですね。これは美味しいんですか？どうでしょうね、あの食べれると思いますけど、あんまり食べたこと、僕は食べたことないんで、食べてみてください。これは食用なんですか？どうなんでしょうね、それは僕はちょっとよくわからないですけど、はい、これがただの船ですね。銀ブナだと思います、おそらく。水生昆虫とかね、小さな小動物とか、それからあの植物以外でも何でも食べたりしますね。はい、なるほど、わかりました、ありがとうございます。ここに何かありますよ。石川にいる魚や生き物がわかるウェブ図鑑。これはどういうものですか、先生さん？誰でもスマホで QR コードっていうあのコードがあるんですけど、ありますね。このコードを読み込んでもらったら、この生き物の解説が、まあ、大門さんが主にやってるその解説してくれる。なるほど、はい、なるほど、ね、皆さんもぜひここに来て見てみてください。石川河川公園の星のなんとかっていうところにありますね。みんなをここに来てね。次は何を狙うんですか？次はでかい鯉を狙いたいと思います。お、でかい鯉お願いします。はい、いいよ。お、頑張れ頑張れ。いやすごいな、あの人は。なんか抱きかかえてますよ。なんだあれは。え、なんだあれは。お、なんだこれ。お、大物だ。うわ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 、すごいよ。いやでかい。何これ。ギョギョー、なんですかこれは。これが鯉ですね。これが鯉。はい、すごいでかい。いやもう力強い。ここまで来ると怖いですね。いやちょっと怖いよこれは。圧力がすごい。いやーティッシュさんすごい。これだけでかいと手を噛んだりするんですか？あ、歯はないんですね。ないで、はい、ないです。ティッシュさんすごい。ありがとうございます。いやこれはさすがに持って帰れないな。いやフィッシュさん本当にすごいですね。僕たちには到底真似できないですね。いやこんな、しかも見てください皆さん、これ別に長靴とかじゃないですからね。普通の靴ですからね。こんな服装で川に入るなんてもう言葉が出ないよ。いやフィッシュさんはやっぱりもう実質海女さんみたいなもんですね。いや本当にフィッシュさんお疲れ様でした。雨降ってきてますよ、大丈夫ですか？はい、大丈夫です、はい、いやもうね、フィッシュさん家帰ったらゆっくりお風呂入ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。こんな感じで、できたらこの
親指と人差し指か中指かで持つと安全に持てます。こうやったら怖いけど。本当に安全ですか？本当に安全。このカニさんのハサミはね、ここに甲羅があるのでこれ以上後ろに手が届きません。なのでハサミで挟まれることはないです。ただたまにね、元気なカニさんだと足で引っかいてくることはあります。それはちょっと痛いです。男の子はこういうブーメランパンツ履いてます。ブーメランパンツ、この細長いブーメランね。これがこのピロピロしてるこれね、これが男の子のブーメランパンツです。お母さんはちょっと怒らないでね、ごめんね、お母さんちょっと失礼するよ。お母さんはこういう丸くて平べったい、これお母さんのママさんパンツです。で、ママさんパンツは実はここにね、卵をね、抱っこできるようになってます。卵、今はまだね、卵ついてないです。まだね、秋の初めだから卵ついてないんですけど、このお母さんたちは今から海に向かって歩、テク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 夜な夜な歩いていきます。で、海に着く頃にはね、冬になってます。冬になると、ここにね、外子っていうね、すごい細かい粒々の卵を持ちます。で、お母さんは卵をね、抱っこするためにこの幅広のママさんパンツ履いてます。なのでひっくり返して丸いこの半月状のねパンツ履いてはったらママさんです。